どうも、みるめんです。今回何をしていくかと言いますと、2月14日女子から男子にチョコやスイーツをあげる日。最初が場で最後が伸ばす棒で終わる、あの愛の祭典といえば何でしょう。ブー、バレンタインデーです。ということで、今回は彼女からもらった手作りバレンタインチョコが激マズだったら彼氏はどんな反応をするのかをやっていきたいと思います。いや、はい、激マズチョコ早速作っていくんですけど、やっぱり好きな人には好きな味を味わってほしいということで、ミル君がいつも美味しい美味しいと言って食べている野菜炒めの味にしていこうと思います。優しい私。鶏ガラスープの素少々。もう後戻りはできません。ニンニクかわいそう。ニンニクはちょっと、いや入れよ。最後にやっぱり飴とムチということで、一味。甘いもの食べると辛いもの食べたくなるし、ね、あ、野菜炒めの味がする。これをミッキーの型に入れて冷やして固めて、デコレーションラッピングしてミル君にプレゼント for you したいと思います。もうすぐ帰ってきます。ただいま。おかえり。やべえ。なや。今日ずっとコンビニのトイレ行ってからチャック全開だったね。やばくない？そのまま過ごしとった？そのまま過ごしとった。今日何しとった？ちょっと待っとったじゃん。なに今日してたもの持ってくるから。今日何しとったので待っててよ、初パターンよ。DIY。VTD 何それ。バレンタインデー。えぇ、ちょっと早めの作ったの。うん、すごっ。ちょっと早いけどね。あ、バレンタインデーってことね。そう、VTD。 ありがとう。愛してるぞ。愛してるぞ。うん、嬉しい。うん、かわいい。お店っぽいね、この袋も。でしょ。食べよう。もう匂いからね、いいよね。おいしい。うん、ナッツっぽい。あ、匂いが入れた。いい、写真撮ろう。めっちゃお腹鳴った。いや、私も鳴った。同時に鳴った。多分。食べよう。いいや、いただきます。豪快に行ってて。豪快に。うん、だって耳途中で折れたらかわいそうや。もったいないし。耳途中で折れたらかわいそう。ちまってる、ちまってる。なんで固め。そう、固め、しっかりした感じでした。ナッツ結構入れた。うん、うーん、うまっ。おいしい。なんか初めて見たレシピで作ったからちょっと心配だったけど。うん、うまい。おいしい。え、でもちょっと塩っぽいな。嘘。しまって食ったから分からんのかな。なんかでっかくいったら。でっかくいくよ。いや、もったいねえな。いくよ。うん、ありがとう。いいよ、愛してるぞ。なに、うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまいな。そんなに美味しい。びっくりしたわ。ちょっと歯に挟まった、ナッツが。水ください、水ください。え、そんな美味しかった？うん、私味見してないけど。いや、ナッツが、美味しそうだった。ナッツが歯に挟まっちゃった。ああ、食う？めちゃんも。いいよ、だってこれミルクのために作ったんよ。でも一緒に食った方がいいじゃん。そういうの。でもミルクが全部食べる用でミルクに作ったやつやから。え、じゃあめんちゃん用もあるってこと？ないよ。いや、一緒に食おうよ。じゃあ片耳まだ食ってないから片耳分食っていいよ。くれるの？うん、ミルクに作ったのに。うん、それはな、食ってほしい。食べてみよう。自分が作ったものを食べると緊張するよ。
あ、味見してないの？してないよ。あ、してないんだ。だってレシピ通りに作ったから味見する必要ないから。そういうこと？あ、レシピ通りに作ったんや、うん、オリジナル料理かと思った。違う違う、だから高級店のレシピをそのまま再現したのよ、うん、ちゃんとかじって。なに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 、俺も食おう。うまい。え、美味しくない？うまいよな。やっぱ高級店の味って違うな。うん。私もナッツ挟まった。これあれだ、一気にいかない方がいいタイプの味で、ね、ちまちま食うお菓子ってあるじゃん、うん、あのゴディバとか、うん、だからゴディバみたいなの、うん、でも美味しいですよ。うん、これってどういう味で人気だったの？え、なんかちょっと洋風なチョコみたいな。あ、洋風なの？うん、洋風すぎた？ちょっと、いや、なんかね、洋風とか和風とかじゃなくて中華風、中華風な感じがする。あ、え、どう、中国のやつとかでしょ？そう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 、タイとか中国、中国、うん、なんか今流行ってんだって、中国でこういう味の新しいチョコみたいなのがバズってるらしい。あ、そうなんだ。また歯に挟まった。めっちゃ挟まるやん、ナッツ入れすぎた。じゃあ俺の歯が悪いだけ。大丈夫？うがいしまくったらうがいしまくったらなんか気持ち悪くなった。ナッツが詰まったんかと思った、喉に。これはとりあえずもう耳分送ったから、嬉しい、ありがとうな。いいよ、来年のバレンタインもこれにしようか。え、来年も全く一緒なの？もうネタバレしちゃう。え、これを大量生産するわけじゃない。え、ガトーショコラさ、作ってくれるじゃん。あ、去年とか、うん、あの味のチョコ版とかが俺好きかもしれん。この中国のレシピ通りに作ったやつよりは、これよりめんちゃんのレシピのガトーショコラの方がうまいかもしれない。ああ、うん、じゃあそっちにしよっか。うん、そっちの方がいいと思う。てかそれにして。え、おい、え、うん、いいけど別に。え、あんま口に合わなかった。じゃあ美味しいよ、美味しいって言ってるじゃん。うん、でも毎年私が作ったやつさ、一気に食べるやん。めんちゃんが作ったやつだからね、お腹も空いてたと思うし。どうした？ダメだ。え、どうした？ああ、もう無理だ。めんちゃんごめん。何？あの、俺もうめんちゃんにやっぱり嘘つけんわ。どんな嘘もつけない。無理。何？言うね。うん。嘘ついてたの？クソまずい。クソまずいよ。どんだけうがいしてもまずい。まずい、これまずい。めんちゃんまずくない？まずくない。嘘つけ、もうごめん、無理、正直言って。ドッキリ、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 ドッキリだよな。ドッキリ、うがいしてくる、うがいしてくる。私もうがいする。気持ち悪い。私本当にこれ作ったの？これだけ？でも口どうしよう、うん、あの本当のバレンタインは、うん、市販のブラックサンダー、これが一番いい、もうこれが一番いいのよ今のとこ。もうカメラあそこにある、カメラあそこにあるけど、もう持ってこんくていいか、うん、ミルクによく瞳見た目たの。無理。何の味か分かった？中華風。ミルクがいつも美味しい美味しいおかわりっていう野菜炒めの味。野菜炒め？チョコレート野菜炒めの味付けするやついる？確かにあの味だ。そう思ったらいけるかもしれない。いや無理。確かに途中でなんかこれ米と一緒に食ったら合うかもしれないと思った。チョコレート俺米と一緒に食って合うんじゃないかと思ったの初めてよ。私もそのやつ言ってる人初めて見た。そしてブラックサンダーがゴディバの何よりも高いよ、チョコよりもうまい。めっちゃ美味しい。ミルク一目見た目で頑張ったなってみんな思ったでしょ？よろしく。やっぱり嘘つけませんでした。